今回は我が家で大活躍のお掃除用クロスの作り方を紹介したいと思います。最後までお付き合いください。改めましてこんにちは、皆さんお元気ですか？ゆなでりです。今回はですね、以前我が家のお掃除方法を紹介した時にちょっとだけね紹介しましたお掃除グッズ、クリーニングラグの作り方を紹介したいと思います。このラグは本当に優れものでして、とっても気に入っていますので、そのすごさが伝わると嬉しいです。まずは素材からです。以前の動画ではポリステル系の毛糸で編んだものとだけお伝えしましたが、メーカーと名前はレッドハートのスクラビーというものです。この毛糸はね、普通の毛糸よりも硬く毛羽立っていますので、こびりついた汚れをスポンジや雑巾よりも簡単に拭き取ってくれますし、たわしやブラシよりも優しく拭き取れますので、家具やね、食器、テフロン加工のお鍋やフライパンなどを傷つけることなく洗うことができちゃいます。ここが私の気に入っている第一のポイントです。私は食器洗いだけじゃなく、いろんなねお掃除にも使っていますので、本当に重宝しています。どのようにね私が使っているかは後でお見せしますね。次に作り方なんですけれども、これはね自己流で本当にいい加減なので、下のね詳細欄に編み方の動画のリンクを貼り付けておきますので、作りたい方は参考になさってくださいね。基本的に毛糸で編むコースターのように丸くなっていまして、隙間があることでフックなどにかけられるようになっています。なぜこの形がいいのかは、使った後の収納にねとっても便利でして、画面で見ていただけますように、使用した後はね蛇口の上にのっけておきます。素材がポリエステルでできていますので、水はけがとてもよく、スポンジなどに比べると断然早く乾いちゃいます。またすぐ乾いちゃいますので、雑巾のようにね生乾きで変な匂いがすることもありません。ここが第二に私が気に入っているポイントです。ある程度水が垂れなくなったら、ドアの内側などにつけてあるフックにかけて収納します。この場所はまた次に使う時にねすぐ取り出しやすく、とても気に入っていまして、我が家の水回りの収納ドアの内側にはすべてこのフックをつけています。ちなみにこのフックはコメンドフックと言いまして、壁などにね傷をつけずに貼り付ける両面テープのついたフックでして、知ってる方もねたくさんいらっしゃると思いますが、クリスマスデコレーションや部屋の普通のデコレーション、あとはねいろんな収納などにいろいろ使えて便利です。またいつかねこの他のコメンドフックを使った便利収納などもね紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。さて、それではどのようなところでクリーニングラグを使っているかをお見せしていきますね。基本的にお皿洗いに使えますけれども、その他にもね野菜洗いやシンク洗いなどのキッチン周りから、手洗い場や壁やドアなどのいろんなところに使っています。それではここでちょっと綺麗になっていく様子をお楽しみください。どうぞ。いかがだったでしょうか？何か参考になりましたか？私の感覚的にはスポンジよりも汚れが簡単に取れて、激落ちくんやイレーサースポンジのようなメラミンスポンジよりは落ちが悪いかなぐらいですが、メラミンスポンジよりは使い勝手が簡単で長持ちしますので大変気に入っています。皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか？この動画が良かったよ、ためになったよと思った方、チャンネル登録とノーティフィケーションベル、いいねボタンの方をポチッと押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。
またね。